メッセージじゃないけどいい知らせっていうのかな、何かがこう降ってきて自分の中でそれがアイデアとなって、皆さんこんにちは、サラです。今日は射手座さんの9月の流れをタロットで見ていきたいと思います。ね、なかなかコロナの感染拡大が収まらなくて、まあ、パラリンピックはね、まあ、開催されてますけど、まあね、もう本当にどうなんだろう、なんかこう試されてるのかなっていう気がするんですね。ね、先日もね、お盆の時にね、あんな大雨が降ってね、いろんな地域で災害が起きて、もう本当に今はね、日本のどこにいててもね、安心できない状況が続いてるなって思いますね。でもね、だからこそしっかりとね、自分でできる対策はしっかりとって、まあ一番はやっぱり今はね、ワクチン打つことしかないのかなって思いますね。だから、まあ、自分のことは自分で守るっていうことをしっかりとね、みんなでね、みんながね、それぞれねしていかないといけないなって思いますね。ということで、射手座さんの9月の流れ見ていきたいと思います。はい、見ていきますね。はい、こういう展開です。はい、射手座さんの9月の流れ、そうですね、正義の逆、陰者の逆ってなるとね、なんかこう消極的で決断できなかったことがあるのかなっていう、そんな感じがするんですね。でもそれがこの先ね、手品師の聖地っていうのは新規事業とか仕事、芸術っていうのがね始まりますっていうね、そういうカードになってるんですね。だからまあね、消極的だったこと、決断できなかったことっていうことに対して、まあね、神様からのメッセージじゃないけどいい知らせっていうのかな、何かがこう降ってきて自分の中でそれがアイデアとなって、まあこのコロナとかね、こういう世の中の暗い状況の中でもそのアイデアを生かして新しいことが始まっていくっていう、そういうね流れかなって思いますね。だからまあ射手座さんにとってね、動けないこととか、こう何か新しいことができないっていうことはすごくストレスだったのかなと思うんだけど、まあなかなか決断できなかったんだろうなって思いますね。でも9月ね、ちょっとね動きがあるんじゃないかなとは思います。ということで、射手座さんの9月の流れは以上になります。参考にしてみてくださいね。